にちは。いつものことですけど、立民、泉、安倍元総理の国葬について一転反対というニュースがありましたので紹介します。立憲民主党の泉健太代表が安倍晋三元首相の葬儀を国葬として行うことに一転して慎重姿勢を示した。岸田文雄首相が国葬の実施を発表した14日には事実上容認する内容の談話を発表したが、16日になって慎重に議論すべきだったと態度を一変させた。この間の経緯は立民が抱える課題を改めて浮き彫りにしている。第一の問題はガバナンス、党内統治の欠如だ。立憲民主党の泉健太代表は14日、安倍晋三元首相の葬儀を国葬として行うと岸田文雄首相が発表したことについて、国葬についてはその性質から厳粛に行うものであり、元総理のご冥福を祈りつつ静かに見守りたいとの談話を発表した。談話では改めて安倍元総理に深く哀悼の誠を捧げるとともに、この強行を強く非難し、我が国の民主主義と社会の安全を守ることをお約束するとした。7月16日、立憲民主党の泉健太代表は、16日、安倍晋三元首相の国葬に関し、国葬がふさわしいかどうか慎重に議論すべきだった。答えを出すには早すぎたと述べた。与党に対し、国葬をめぐり、国会での閉会中、審査の実施を求める考えも表明した。奈良市で記者団に語った。西村幹事長は、同日、自身のツイッターで国葬に反対する意向を示した。岸田文雄首相が、国葬実施の理由の一つに、日本経済の再生を挙げたことに触れ、全く同意できない。格差拡大や国会での虚偽答弁など、安倍政権時代の負の部分があると指摘した。記事は以上です。こんな党ですからね。別に驚きもないですね。こういう人たちなんでしょうね。クレーマーにしか見えませんよね。では、また次の動画で。